あ、なんか湯気今だって出てきやがった。だから時間によってなんかあるんでしょ、うん、はい、ということで道の駅今治湯の浦温泉、はい、とは言いつつここに温泉はないですね、うん、案内はしてくれるんで。間違えて来ちゃう人もいるか、一応案内してるのかな。いや、だってこの名前はね、間違えますって。ああ、確かに。うん、つか、停止よりもだいぶ前じゃない。まあ、確かにそうだね、言うのが。うん、このね、ネーミングはね、名前からしてね、あると思っちゃう。これ左なの？左だよ、戻るんで。あ、なんだ？なんで右に、え、右に出してたの？お前、ナビ見てたの？今。出してた、今。道の駅の次がもうタイの美術館なのかと思った。次だよ。道の駅の次がタイの美術館だよ。戻ってよかったね。いいんじゃないのと思って、なんか言ってきたじゃん、すごい、いいじゃん。
は？ダムがダムパーク。まもなく右方向です。その先左方向です。これに？いや違う。違うよ。右方向です。ね、今あったよ。あ、でも足になってるよ。だからさ、ほら、ナビがおかしかっただろう、今ピカピカしてて、ナビが。俺、スマホ見ながらそっちも見てて、正解導き出してたからね、こうやって。多分行けるだろうよ、道は全部繋がってんだから、茨城だって行けんだよ、こっから。さっさと U ターンした方が早いと思うんだけど。
ラム。ここもつくでしょ。ここつくでしょ。はい。見てよ。水になってないのか。なってねえよ。そう。畝になってその下に水が溜まってるだけだよ。畝の水に。これ全部里芋？里芋だよ。お前バカじゃないの。茨城県民がお前里芋わかんねえとこ困ってる。里芋。まだ？うるさい。この子、長崎まで電池に行くんです来てる人こんないんの？え？普通の駐車場？従業員だよね。こんなことねえ感じだな。いいの？業者だな、和ナンバーだから。ただ人通りに違いない。こんなにいるわけがない。はい、ということでね、はい、今治タオルのタオル美術館1キロですね。はい。せっかくなの。別にいいんだよ。せっかく感俺にはないんだよ。せっかくなんだろう、このせっかくの意味が俺にちょっと伝わってないですけど、なんかね、次調べるとこなんてなくて、うん、ハイデファを今切ってる。